お疲れ様です、えー、と今日はね4月4日そして時間は朝6時なんですけども木曜日ですね明日になりますけども米国雇用統計がありますんでねその辺は覚えておきましょう第1週目の金曜日21時半からですね、えー、日本時間で米国雇用統計ですですんで今日と明日っていうのはこれは一つのマーケットとして考えていけばいいと思いますねご覧のように152円弱で大きな抵抗体がありますで ここに赤い線いろいろ引いてますけども、これをね、これから見ていきますけども、ガーンと上に上がって以来、もうね、何日もここで、うらうらしてるでしょ。うん、ですんで、えー、価格の動きってのは限定的だよって、横ばいに近い形だよってことになります。えー、特にね、今週はすごくね、上下の幅の短いレンジでずっと鳴らしていきますので、利益を取ろうと思ったら、それなりに、えー、短い時間軸に寄せていく必要があります。つまり、15分で、えー、しっかりと張り付いて、 行くような方法じゃななけれれば利益は取れないですねで、この4時間軸でも見えると思いますけども、うん、この辺からエントリーしてここまでで倍、えー、で取るっていう方法がないでもないんですけどもこんなのはねあのあの前人未到の困難な技ですよだからこういうことができるわけではありませんこの図から見えるのはアセンディングトライアングルみたいになってるよねってことぐらいなんですよね4時間ではねこういう風にで、えー、抵抗はこの辺りにあります円の あの防,ス何防衛ラインですよねうんだからこれを超えていこうとすると財務省かなんかがね引き下げに走りますからでそもそもね何ですかね日銀の利上げの発表して何で円安が加速するんだって話でこれにはね財務省も目を白黒させてるんじゃないかなと思います本来なら利上げをすることによって日本円がドーンとね価値を高めていって下の方に動くことを期待したはずなんですよね 目論みが全部外れたんじゃないかなと思います。まあそれは我々も一緒なんですけどもね。じゃあ肝心な1時間を見ていきますよ。1時間ではレンジ幅で測ることになります。昨日はレンジオプションでしっかりと利益を取ってきたと思いますんで、ここがえぐれてね、で戻ってきた分、この辺は材料の効果もあるんですけども、また改めてこの辺りでレンジオプションを引くことになると思います。具体的に言うとね、レンジオプションってね、この2つなんですよ。151円の 八0 0とか八5五あたりに存在する抵抗体、つまりゾーンですね。これが一つ上にあるよってこと。だからこれ以上上にはいかないし、上に行っても急速に下の方に戻ってくるよってことですね。で、下の方は、昨日はね、このげ先とこのげ先を結んで、こういうふうな上低過程の過程を設けたつもりだったんですけども、それがやってるうちにちょっと広がってきてですね、おおむね金額で言うと150円。 1> 1円の450あたたりになったかなっかというところですまの、あ、で,で151円の450から151円の850までこの上下40ピップスで今日明日もとりあえずはマーケットを図っていくっていう形になりますね本日もよろしくお願いします